今日ご紹介する商品は、外のレギュレーターストーブ、ST310 というやつですね。カセットコンロなんかのね、ガスボンベをそのまま利用できるシングルバーナーです。こちらの方のね、商品レビューをしていきたいと思います。はい、こちらですね。収納袋がついてるんですけど、収納袋から出した状態はこういう感じです。これで、まずは五徳をね、広げていきます。はい、こんな感じのバーナーですね。はい、ここがガスの調節で、ここに点火スイッチがついてますね。はい、でここに CB 缶をね、接続するという形になっています。では早速缶をね、つなげてみましょう。ロックを外しといて、缶を差し込みます。それでひねる、一回やりましょうか。この状態がロックが外れてる感じですね。でカセットガスのボンベの溝とここの溝を合わせて右にひねると缶が接続されます。こういった形ですね。でこれはあの熱よけのね、風防がくっついております。はい、じゃあでは早速点火の儀式を始めしていきましょう。最初にですね、五徳ちゃんと開いてるのを確認して、ここのですね、ガスの、ノズルを開きます。はい、ガスが出て始めたら点火スイッチを押すとね、こういう感じでつきます。で非常にね、キャンプ用のシングルバーナー、あのコールマンとかキャプテンスタックとか、ね、プリムスさんのとかいろいろありますけど、火力ね、これかなり強いんですよ。見えますかね。これで今マックスですね。でかなりね、熱くなってきますんでね、やけどに逆に言えば注意しないといけないかなと思います。ちょっと一回止めましょう。これ全開ですね。消火するときはガス栓をね、また閉まる方向にひねってもらって、ガスが消えれば消火ですね。で通常のね、鍋とかちょっとしたクッカーならね、乗せることができますんで、非常に重宝すると思います。はい、こんな感じでね、簡単に外のレギュレーターストーブ ST310 のご紹介をさせていただきました。キャンプ道具の一つとしてね、ご紹介しましたけど、本来ね、防災、震災の時にですね、防災用品として買って、ガスがね、ライフラインが復旧するまでこれでね、お湯沸かしたりして、過ごしてたという経緯です。だからアウトドア用品以外にもね、そういった防災の面とかで一つはね、持っとくと、ガスがね、入手しやすいんで、またね、家庭にストックもあると思うんでね、一つ持っとくと便利かと思います。はい、以上、外の、レギュレーターストーブ
ST310 のご紹介でした。